モテキプロデューサーの新野です。どうでしょう皆さん、3月4月とか出会いと別れの季節なんですよ。好きな人に思いを伝えようって悩んで、ああでも伝えられなかったって一生後悔する人がいたりとか、思い切って勇気を出して告白をして素敵な彼女をね作ったりっていうことにね成功する人たちもいるわけですよ。出会いと別れの季節っていうのは幸せと不幸の分かれ道だったりもするんですよね。勇気あるものは幸せになっていく。もちろん僕も学生時代はね指くわえて勇気のある人たちを眺めてただけの存在だったんですよ。そんなダメだった自分が皆さんにアドバイスをするっていうのはね、顔こがましいんですけど、ずっとね恋愛の講師をしていてようやく分かりました。皆さん絶対に告白はさあ照明が落ちても気を取り直して、絶対皆さん結局告白した方がいいんすよ。そんなこと言われんでも分かってるわいっていう話だと思うんですけどね、告白した方が絶対いいです。悩む気持ちもすごい分かるんです。みんな絶対悩んでるんですよ。そうみんな悩んでるんですよ。これがポイントですよ。これみんな悩むとどうなるかっていうと、学生さんだったら卒業のギリギリまで卒業式の日に告白しようって思うわけですよ。で社会人の人だったら移動とか退職とかなる日に告白しようって思うんですけど、案外ねその日ってみんな忙しいんですよ。それに人気者だったらみんなねその日をめがけて告白しようって思ったりとか、告白じゃなかったとしてもご飯食べに行こうって仲いい友達と約束してたりとかっていう予定が埋まりやすい日をみんなガーってめがけてね狙いに行ってるんですよね。霧の日っていうのはなかなか告白のチャンスがないんですよ。あえてそのお別れの日のぐっと手前で、最低でも1週間ぐらい手前ぐらいで告白するっていう風に決めとくと、めちゃくちゃ告白の機会に恵まれるんですよ。そもそも自分から勇気を出してバーって捕まえに行かないと機会が得られないような日に告白しようって意思決定を頑張ってするって持っていくよりも、それよりも手前で相手にね簡単に声かけられるようなタイミングがある日に前もって告白をするっていうやり方をした方が皆さん戦略的にねいいんですよ。じゃあ分かったらのと、理屈は分かる、具体的にどうすりゃいいのに、これはもうね学生も社会人もあんま変わんないです。例えば色紙ね、学生さんだったら担任の先生に書く色紙っていうのね、みんな一人一人書いてもらってるんだよねって、こっそりね書かなきゃいけないからちょっとね一人一人呼び出してるんだけどとか言って、別にどうでもいい、まあどうでもいいって思ってる女の子集団、男の子集団のところにはみんながいるときにバーって一気に書いてもらったりとかして、自分の好きな男の子女の子っていうのがいるときはその人だけね呼び出して書いてもらうっていう体で二人きりの状況を作るんですよ。社会人だったら会議室に呼んだりとか、お願いがあるから一回ランチ一緒に行ってもらっていいとか誘い出したりとかっていうね、とにかく二人きりの環境っていうのを周りから見ても当の本人からしてもあんまり違和感がない誘い方ができたりするんですよ。ここで一対一の環境を作ってこのタイミングで告白しようっていう勇気だけ持ってもらいたいんですよ。この勇気を持てればちゃんと告白することができるし、その結果うまくいってもダメだったとしても悔いのない出会いと別れの季節を過ごすことができるんですよね。これね言わなかったら一生後悔する人だって本当いるんですよ。あの時好きだった人に告白しとけばよかったって悩む男の人がいたりとか、男の方から告白してほしいって待ってた自分がバカだったって嘆いている女の人もたくさんいるんですよ。人生で今が一番若いですからね。この動画を見てる今が一番若い、1分1秒経つごとに年を送っていくわけですから。なんで今好きな人っていうのに機会を逃さないで、少しの勇気を出してね告白をする機会を作ってもらいたいなというふうに思います。僕が配信してる動画とか一個一個ね全部見てもらったら恋愛テクニックとか結構身についてきていると思いますので、ぜひね告白するにしてもちょっと不安だなとか、まだちょっと時間があるからその間にちょっとでもいいからお近づきになりたいなって思ってる方はですね、過去の動画とか見ていただいたりして勉強してもらいたいなというふうに思います。不安な気持ちはわかります。皆さんのお守りとしてねぜひチャンネル登録をお守り代わりにしといていただきたいなというふうに思います。ご覧いただきましてありがとうございました。バイバイ。